日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな地元のある洋菓子屋さんのケーキを食べたいと思います。はい、というのも本日11月1日はまあこれ撮影してる当日じゃないですよ。公開してるのは多分11月1日ですので、はい、もうご存知かもしれませんが、私日常演舞は11月1日が誕生日なんですね。今年2023年で34歳になります。まあもうさすがにこんな年齢になってくると毎年わーってバカ騒ぎする、もうこれ毎年言ってるんだな、わーってバカ騒ぎするような年でもないんですが、やっぱり誕生日を迎えるとまた1年気合入れて頑張っていこうなと思います。というわけで本日は誕生日お祝いケーキいっぱい食べていきますね。毎年お世話になっている地元のケーキ屋さん、今年もありがとうございます。今年はチョコレートケーキが3つと、こちらの大きなロールケーキが1つあります。まあ誕生日なんで本当はロール、本当はロールじゃないわ、ホールケーキにしたいんですけど、ホールケーキだと持って帰ってくる途中に崩れるんですよね。上もうあちこち揺れて、それでもちょっと難しいかなと思って、こうした小型のケーキはロールケーキをメインにしてます。というわけで早速食べていきましょう。こちらまあちょっと日にちが日にちだけハロウィンの残党みたいなのもありますけど、まあ気にしないでください。ではまずこちらのチョコレートケーキから。硬いな結構、まあ、はい、ちょっと丁寧には、やっぱ落ちるよね。というわけでこれ以上崩れないうちにさっさと食べていきたいと思います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ケーキいっぱい食べて35歳になってもまた気合い入れていく？いや、まだ34なんですけど、まあ来年だからそう遠くもないか。はい、気合いは入れていきますよ。甘いと思ってたら意外とさばっぱにできるシュワッと感もきて、さらにはやっぱり苦味もきた。おっと、ただ苦いだけじゃないな、ちゃんなんか深みのある苦さっていうか、そういうのも感じる。やっぱりケーキは地産地消が一番なのかもしれませんね。それぞれの味について詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。いや私も大満足。まず最初に食べたチョコレートケーキはかなり甘めで、外側のカリカリとしたチョコレートの中のふんわりしたケーキ生地、そして上に乗っている小枝のようなもののザクザク食感がよく合っていて美味しく、その次に食べたあのハロウィンの飾りが乗っているチョコレートケーキは上中に甘酸っぱいベリーソースが入っていて、なんかただ甘いだけじゃない酸っぱさも入ったぎゅっと爽やかな気持ちにしてくれる味わいがありました。さらにその次に食べた、3つ目のチョコレートケーキは結構苦めで大人の味わいですね。で、今回の、まあ、本名というとチョコレートケーキに失礼ですけど、さつまいもロール。こちらは、なんか甘いのかなと思ったら意外とそうでもなくて、結構ラム酒の効いた大人の味わいになっている。で、さらに、ところどころにあるザクザクとした食感のダイスカットされたさつまいもも、そこまで甘さが強くなく、どことなく優しさを持ちつつも、結構ラム酒でプスプス刺してくるような厳しさもあって、二面性があるケーキと言えるかもしれません。二面性がお持ちながらも、また今年一年頑張りなさいということなのかな。まあ今年一年というか、また一年頑張って35歳を迎えなさいということなのかもしれません。まあ、だんだん40とかになってくるわけですけど、それで。というわけで、本日は誕生日に地元の洋菓子屋さんで買ったケーキをいろいろ食べてみた動画でしたが、あなたは誕生日、まあ、ケーキでなくてもいいですけど、何か食べたいものってありますか？あるいはもらいたいもの。もしあるの、もし、あるいは誕生日にこういうの食べると気持ち上がるよっていうのは、もしあるのであればコメントで教えてくれると嬉しいです。また新たな一年を迎えるのにあたって、今回いい気持ちにさせてくれるのでさつまいもロールを代表としてご伝道させていただきます。ではちょっと
まあ、いつもだったらこっちからカード出すんですけど、今日は誕生日ということで、結構フリートークに時間を使っているので、このまま終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。